蜂のヘトウヒレンは、菊カトウヒ連続の多年層。茎は直立し、高さは40から80センチメートルになり、上部で1から6回分子する。茎の小道は8ミリメートルになり、まばらに、くもげがあり、発達した翼がありしばしば虚子炎となることがある。花時には、根質葉は存在しない。葉は誤生し、茎の下部につく葉は、角質で、葉心は、 卵形から強卵形になり、長さ9から1 2トル、幅7から9トル、先は A かしら、基部は心形、円に粗い鋭い巨子がある。葉の表面に褐色の細毛があり、裏面は無毛になる。長さ7から1 1トルになる傭兵があり、翼がある。茎の上部につく葉は小型になり、傭兵は短く、広い翼がある。は9月。 登場過剰は、三方状に2から5個が密集してつき、花柄は5から20ミリメートルと短く、鋭角的に伸びる。双方は、長さ15から17ミリメートル、計12から18ミリメートルになる象形で、まばらに、雲毛がある。双方辺は8列あり、肩は鋭角的に射上するか、圧着し、双方外辺は強乱形から長乱形になり、長さ5から12ミリメートルで、 内辺の半分の長さ、先は鋭、形で、お上に長く伸びない。頭花は、筒状花のみからなり、果敢の長さは12から13ミリメートル、色は、淡辺に紫色になる。果実は、長さ6ミリメートルになる。痩せかで、藁色で、紫色の上と反転がある。肝毛は二輪性で、落ちやすい外輪は、長さ3から5ミリメートル、花子にも残る内輪は、 長さ9から11ミリメートルになる。日本固有種。本州の東北地方、青森県八戸市の特産植物で、八戸市の太平洋に面した風昇草原に生育する。角質の葉は、このような海岸の風昇草原の環境に適応したもの考えられる。八戸東比連は、八戸東比連のことで、八戸市の特産種であるため、基準産地は、 青森県八戸市、小舟渡市であり、種差し海岸に属している。種商明ネイチアナは、本種の発見者であり地元の植物研究家である、ネイチマスゾウによる、門田雄一によって、北上山地に分布する、南部島ヒレンサースレア杉村へ本田とは、独立する新種として、2008年に命名記載された。ありがとうございます。